こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、こちらのキンパで、キンパジョンというものを作りたいと思います。こちらですね、コメント欄で視聴者さんが教えてくださいました。ありがとうございます。キンパ自体めっちゃ好きだから、めっちゃ楽しみです。で、本日買ってきたのはこちらの、野菜キンパ。実は6種類売ってて、野菜キンパ以外のキンパを5種類買いたかったんですけど、私の伝え方が悪かって、野菜キンパを5本買いました。野菜は体にいいし、味もいいし、すごい美味しくなると思います。じゃあ作り方いきたいと思います。はい、こちらが今日使うキンパです。美味しそうですね。じゃあまずは卵を割りほぐします。私はキンパ1本に対して卵1個くらい使おうと思います。で、ここにじゃん、粉チーズ。こちらですね、キンパジョンは粉チーズ入れないんですけど、いや、入れた方が絶対美味しいと思うんで、ちょっと入れてみます。だいたい1本分入ってます。お塩、胡椒、そして混ぜます。はい、ちょっとこれ粉チーズダマになってても大丈夫です。これからキンパ焼くんですけど、キンパを焼く前にキンパのタレを作ります。じゃーん、いいもの見つけました。冷蔵庫で、これ前回サムギョプサルした時に余ったタレ、これもつけます。まずはこちら、コチュジャン、お醤油、お酢、蜂蜜、おろしにんにく。絶対このタレ美味しい。ヘルシーごま香油、ごま油入れてくださいね、作る場合は。いりごま、混ぜれば完成です。熱したフライパンにごま油を入れます。そしてこちらの卵液にキンパをつけます。おー、美味しそう。焼きます。あー、まだちょっと早かったですね。まあいいか。キンパの完成の前に、じゃん、やっぱり韓国料理といったらチャミスルでしょう。わわわしアルチューカラカラシーリスペクトのハイボールもあります。はあ、これはチャミスルのチェイサーです。チャ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 、これなんで振るんでしょうね、チャミスルって。チャミスルタワーの完成です。コンベイ、久しぶりだった。じゃーん、完成です。めちゃくちゃ美味しそう。すごいいい香りがします。こちらにはね、さっきも飲んだんですけど、チャミスルも用意しております。そしてですね、さっき大事故が起きたんですけど、このピラミッドはね、案の定倒れて大変なことになりました。はい、こういうことはやめましょう。チャイモケ済みだ。これはすごい美味しそうですね。まずはこのまま食べてみます。うん、キンパってさ、そのままでも美味しいじゃないですか。それを焼くことによって美味しさが倍増してます。で、この漬けたやっぱり卵液もすごい美味しいですね。こちらのチヂミのタレをつけます。うん、うん、うわー、もっと買えばよかったかも。超美味しい。あ、そうそう、キンパジョンの
ジョンっていうのはちっちゃいチヂミのことを韓国語でジョンって言うんですって。キンパのちっちゃいチヂミみたいな感じですかね。タレに思いっきりドボーン。だからこのチヂミのタレがすごいよく、タレだくめっちゃマシそう。いや私でもキンパもチヂミもめっちゃ好きだからすごい美味しいですね。でなんかよく多分韓国では確かキンパがこの前日のキンパが残ったりしたらその次の日とかにこれを作って食べるみたい。メルキだね。じゃあメソル2杯目。この人とお酒強いわけですよね。このチャミスルをめっちゃ飲んでますからね。みんな美味しい。でもノーマルのチャミスルだけどなんかその他の甘いチャミスルの方が私は好きですね。あーこれすぐなくなるわ。もっと買えばよかった。3杯目。おいしい。私も最近アルチューカラカラさんの真似して動画撮ったけど、それからウイスキーが好きになった。夜ホッカーとかに入れて寝酒に飲んだりする。寝酒ってあんま良くないらしいですけどね。でも寝れないのストレスだからやっちゃう。韓国ってあんまハイボール飲んでるイメージないんですよね。なんかよく韓国ドラマとか韓国映画見るけど、チャミスルかビールが多い気がする。ウイスキーとかは飲んでたりするけど。あ、忘れてた。あのサムギョプサルのタレつけてみよう。粘度があるから乗せる感じで。おいしそう。あ、でもやっぱりチヂミのタレの方が美味しい。この私端っこの部分結構好きな服。今日は白い服を着て大失敗です。なんかさ失敗するときってさ、これ失敗しません？何なんですかねあれ。シャワーからする前に氷がなくなっちゃう。これはお酒のおつまみにしてもおやつとかにしてもどっちでもすごいいいと思います。あー韓国行きたいな。で韓国行ってさ今やりたいのがさ、韓国ってさアイドルのメイクをしてる人のメイクができる場所とかがあるみたいで、なんかよくやってる人聞くんですけど、それめっちゃ行ってみたい。でも眉毛の形がさ今すごいなんかずっと気に食わんくって、最近こっちはまだいいんやけどこっちは特に気に食わんくって、でメイク下手だからやってもらいたい。
最後の一つです。チャイモゴスミだ。キンパジョンめっちゃ美味しかったです。酒と一緒に食べるとね、最高ですね。もうしかもね、キンパさえあればこう作るのすごい簡単ですね。でキンパを作りすぎた時とか、普通のキンパを一通り食べたらこのキンパジョンにしたらすごくいいと思います。絶賛作り中なんですけど、本日の体重ご覧ください。どうぞ。それでは朝の体重です。でもね、焼肉食べたっちゃお店で大丈夫かな。こっから減らんな。はい、で本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。じゃあ皆さん、うがい手洗いマスク、ソーシャルディスタンス、しっかりだ苦しんで早く平和な世の中に戻って、早くメールが心配そうに見てる平和な世の中にしましょう。じゃあバイバーイ。